今日、ウィナーズ関連で上がってきてみましたね。あの、ホンダさんの、エド・オール・ユナイテッドとやってましたよね。なんかあの、チームにいるキーパーの方ジャイアント、かずきさんでいいよな。名前間違ってたら申し訳ないけど。その人がいいキーパーでしたね。なんか、あのー、まんまネタバレになとあれですけど、まあ、みんな見た方が、 ね、いい話ですかあの、一つ言うと、相手のミドルシュート、勢いないミドルシュート来たの。で、来た時に、相手のミドルシュートこう、トラップして止めたの。リードしあ、リードのとこってる。まあまあ、トラップして止めたの。そうそう。あの、焦る時間帯じゃん。シュートをトラップで止めて、相手が寄ってきた時に、キャッチ。あの冷静さってなかなかないんですよ。普通怖くてキャッチするじゃん。それを、ちゃんと足で止めて、キャッチして、時間作って、蹴ったっていう。 ああ、いいキーパーだなーって、それ見て思いましたね。